ポラベアをご覧の皆様、アロハ、いかがお過ごしですか？このポラジオはラジオ形式でお届けしますので、ながらで気楽にお楽しみいただけますが、このハワイミニガイドブックの動画では写真や地図がまあまあ出てきますので、映像が見れる環境の方はぜひ合わせてお楽しみください。さて、私たちが最近気になっているお店やエリア、複合施設などをあれこれ調べてご紹介するシリーズ、ハワイミニガイドブック。第1弾はソルト、第2弾はワードビレッジと複合施設をリサーチしましたが、今日は初めて気になるお店をご紹介したいと思います。記念すべき1店舗目はこちら。アイホップです、うん、こちらは行ったことがあるっていう方そこそこいるかなと思うんですが、うんうんうん、この店名のアイホップ、うん、実はもっと長い店名を略してアイホップってなったんですが、そう、分かりますか？知らないかな。でこれが分かると、うん、このお店が何を目指してきたお店か一発で分かるんです。そして実は日本にも1978年から2000年初頭ぐらいまではこのアイホップ店舗があったそうなんです。知ってました？知らなかった、ね、でネットではあの味が懐かしい、また食べたいけどもう日本にはないのっていうコメントもまあまあ見かけるこのアイホップで、あるブログでは1週間通っても飽きないんじゃないかとまで書かれていました。で調べてみるとメニューもすごい幅広くて、どのブログでもコスパ良しっていう内容が書かれてたので、まあ、どんなお店なのか、どんなメニューがあるのか調べてみましたので、ぜひ最後までお付き合いください、うん、さてこのアイホップ、アメリカカリフォルニア州発祥のレストランチェーン店ということで、1958年に初店舗がオープンしているので65年の歴史があるんです。長い。で現在は世界各地に1600店舗以上展開してるんだそうです、うん、で24時間営業の店舗もあって、まあ、いわゆるデニーズとか、まあ、それこそハワイ発祥のロコ御用達のファミレス、ジッピーズ、まあ、そういうところと創業時期も相当遠くはないので、まあ、老舗のファミレスって言ってもいいんじゃないかなと。で創業当時の正式名称なんだと思いますか、うん、アイホップ、うん、いつもハワイで美味しいパンケーキ屋でもそれは日本語だよねそうか正式名称はインターナショナルハウスオブパンケークス。あ、合ってた最後だけちょっとこの頭文字を、ま、IHOP、 オブの、ね、O も入って略してアイホップなんです。で創業当時は正式名称の頭文字を強調するデザインのロゴが用いられていたそうなんですけど、現在そのロゴはなくなっていて、単純にこのアイホップっていうこのロゴに変わったんだそうです。で建物も以前はこう伝統的な合掌造り、まあ、いわゆる三角屋根、こういう建物が多かったそうなんですけど、で今でも一部残ってるんですが、より実用的な店舗設計に変わっているところも多くて、まあ、ただこのロゴに使われているブルーと赤、これを基調にした屋根だったり外観の差し色だったりっていうところは、まあ、アイキャッチっていう感じで残ってるっていう感じです。で創業当初の名称、名前にパンケーキって入ってますから、これがまずはもう看板商品で、このパンケーキはバターミルクパンケーキっていうものなんだそうです。であの味をもう一度食べたいっていう日本人の方の口コミをもうよく見かけました。で日本で食べられないならそのレシピを再現して家で作りたいっていう、そういうサイトもあったりするぐらい、もう本当に美味しい、懐かしいっていう味を覚えてる方が多いんですね。でこうやって写真なんかを見てると、全体的な雰囲気もオールドアメリカンな感じで、なんかもう魅力的なんですよね。若干あれだね、うん、家のパンケーキっぽいんじゃね、やっぱり、うん、そんな感じは私も見ていてすごいしました。で期間限定の商品っていうのもいろいろ出てくるそう でパンケーキ以外のメニューでも飽きさせないメニュー転換をしてるんだなっていう印象でした。で基本的には朝食メニューに特化したレストランっていうところもこのアイホップの一番の特徴ではあるんですけど、世の中のいろんなニーズに応えて、もうランチでもディナーでもしっかり食べられるメニューっていうのも豊富にラインナップが増えていて、ハンバーガーや、C が大好きハンバーガーやステーキなんかも提供されてるんだそうです。さてハワイではどこに何店舗ぐらいあるのか調べたんですが、2019年1月のブログではオアフ島に5店舗、ハワイ島に2店舗、マウイ島に1店舗あるって書かれてるんですけど、現在 Google マップで調べてみると、こちら
オアフ島ではね3店舗しか確認できなくて、場所をちょっと移動してここで検索とか入れてもなんかこれしか出てこなかったんですね。でも例えばコロナ禍で現在営業してないとか閉まっちゃったお店があるのかとか、まあ、ちょっと現地の方とかね詳しい方いたらぜひ教えていただきたいんですが、まずはワイキキへの観光客が一番行きやすくてメジャーな場所としてはこちらのクヒオ通り沿い、お花ワイキキマリアバイアウトリガーホテル、こちらにまずあります。で営業時間は現在朝の7時から夜の9時まで、でもう一つはアラモアナブールバード沿いにあるこちらアクアパームスワイキキホテルにあるアイホップ、ホテルに入ってるところが多いんだね。でこちらの営業時間は朝6時から夜9時までやってますね。でもう一つのアイホップは、こちらの方空港方面でエアポートホノルルホテルっていうところの近くにあるアイホップなんですけど、こちらは平日は朝6時から10時までで、土日に関しては24時間営業ってなってます。すごいね。でメニューについてはワイキキの中心地に一番近いクヒオ通り沿いのアイホップに絞って調べようと思ったんですが、調べ始めて一つ問題が出てきました。でなぜか情報サイトとかブログで、それこそアイホップの公式フェイスブックとかツイッターに書かれてる公式のウェブサイトに飛んでもエラーのこちらの画面になっちゃうんですね。でメニューはこちらって書いてあるところをタップしてもこういう画面に飛んでしまって、でいわゆるよく公式ページにドーンと紹介されているメインメニューのようなものがなぜかどうしても今見れないんですよ。でクヒオのアイホップも Google マップの注文っていうところをタップするとクヒオ店のオーダーページみたいなのが出てくるんですけど、ここタップするとやっぱエラーになっちゃうし、メニューがやっぱり見れないんですよね。でこれは一時的なものなのか原因がわからなくて、でこれご紹介するのに困ったぞ、もうどうしようってなったんですが、もうここで諦めないポラベア、ウーバーイーツ、アイホップ、クヒオで検索したところこちら、ウーバーイーツで注文できるメニューは見ることができました。なので今回はこちらを参考にどんなメニューがあるかを中心にご紹介していきたいと思います。でこのページ左のメニューをタップするとそれぞれカテゴリー別にいろいろ出てくるんですが、まあ、とりあえず気になるメニューをタップしてみると、例えばこちらブログで甘さ控えめで美味しいと書いてあったミルクシェイク、シー大好きなミルクシェイク、こちらかなりボリューミーだそうで、ただこれページにこれ何10円って書いてある。どういうことなんですか、これ10ドルなの、化けてるの、ちょっとわからないんですけど、ブログに上がっている1年ぐらい前のメニューの参考価格をお伝えするとこちら 6.99 ドルなんですね。でバーガー、こちら、ザ・クラシック、いいね、テリテリだね、テリテリだね。このベーシックなステーキバーガーが現在のウーバーイーツの価格だと 19.07 ドルって書いてあるんですね。ただ1年ほど前のメニュー価格だと 13.79 ドルって書いてあるんです。ウーバーイーツなので、まあ、値段の方ももしかしたら手数料だったりとか税込み税抜きとか、このあたりもちょっと英語表記なので確かな判断ができないのと、でワイキキってこのコロナ禍でかなり物価の変動があって、まあ、お値段が高くなってるっていう可能性ももしかしたらあるかもしれないので、今回は価格についてはあくまで参考ということでご理解ください。でさて特徴的なメニューの名称の一つでブログでもよく紹介されているこちら、2×2×2 って思うよね、こちらはね222でいいんだそうです。でこれまずは2つの卵をお好きな調理法 で、で次に2枚のスモークベーコンかまたは2つのポークソーセージ、まあ、どちらかを選ぶと、で最後に締めで2枚のバターミルクパンケーキ、ーこれで222、なるほど。でいろいろまあカスタマイズができるっていうことですね。でこれをまあ定番の朝食セットが名物ですよっていうことでよくブログで紹介されていました。ウーバーイーツのページで下の方を見ていくと、卵の調理の仕方だったりとかベーコンをターキーベーコンに変えると 1.55 ドルプラスみたいな、まあ、おそらく店内でもそういうオプションがあるんじゃないかなと思いました。でこちらクイックツーエッグブレックファストってあるんですけど、トーストとかハッシュポテトがついたものもあるんですね。クイックツーなんだろうね、クイックツーで、こちらはねニュープラントベースとソーセージパワーコンボ、これねおそらくプラントベースのものなのでビーガン用のメニューなんじゃないかなと。でこれフルーツもついててね、めっちゃ朝食メニューみたいになってるね、お腹に超優しそうな感じ。そしてこれドーンと
ステーキが盛られた上にパンケーキもついてると。でこれすごい、ね、すげーな。でしかもこれもある、ドーンとティーボーンステーキが乗ってる。で個人的にかなり気になったのがこちら、オムレツ、もうかなりボリューミーね、うん、アボカドがボーンって乗ってる、はいはいはい、でこちらはマッシュルームのオムレツ、うん、で下のオプションメニューを見ていくと、ノートマトとかノーマッシュルームとか、うん、ノーオニオンって書いてあるので、ね、まあ、何々抜きみたいな、そういう細かい設定もできるみたいなんですね。なんかマッシュルームのオムレツなのに、うん、ノーマッシュルームってどういうことかなって一生思ったんだけど、まあ、嫌いな人いるもんね、キノコ類ね。これ選べると、うん、でさらに下に行くとチューズヨアサイドって書いてあって、うん、バタートーストとかハッシュドブラウンっていうのかな、うん、それあとスリーパンケークスとか、まあ、いろいろ選べるオプションがありました。もうこれはおそらくこういうの1個とそういうサイドメニューで2人でシェアで十分な量なんじゃないかなって思いました。でこちらはしょっぱい系のおかずと甘いクレープのコンボこれも2人でこのセット行き来しろっつやつだな、行き来しろってやつ、ね、これ2人でもう1個で十分だよ ね、 にしてもなんか赤と黄色しかねえな、うん、すごいね。ちょっと緑がね確かに少ないっちゃ少ないんですけど、でもちろんクレープは単品でもありました、うん、でアイホップのパンケーキメニューなんですけど、ブログを見ると基本は4枚なんですけど、うんうん、ハーフサイズっていうことで2枚でも頼めるのが日本人のお腹にはとっても優しい、うんでそういう情報もありました、うん、そしてこういった具だくさんのブリトー、いい、ね、あとこの具材が乗ったボール、うん、日本でいう丼物みたいなものもあるんです、うん、でこういう具材をブリトーの生地で巻くかご飯にするかっていう注文の仕方が、うん、まあ、ウーバーイーツではなってるようなんですね。なるほど、うん、でね、ハワイのアイホップではロコモコもあるんだそうで、うん、これがおすすめっていう情報も見かけました、うん、でその他こちらのフレンチトースト、うん、めちゃくちゃ美味しそう、かなり熱い、大好きな、そう大好きなんですよね。でこれワッフル、ワッフルとしょっぱいもののコンボ、うん、これもハワイでなんか定番な感じだよ ね、うん、これはハードロックカフェでも、うん、食べたね、食べて美味しかったね。これにあの、うん、もちこチキンがついてたりしてね、そう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 、でこういう小さいフルーツの盛り合わせなんかもありますね、うん、そしてハンバーガーだけでもざっと5種類もうすごいカラフルすごいね。でこちらがハンドクラフトメルツって書いてあって、うん、ホットドッグみたいな、ホットサンドイッチみたいな、うん、こういうものもラインナップとしてあるんです、うん、これすごい美味しそうだよね、うん、でねここ謎なんですけど、エントリーズって書いてあって和訳するとね、うん、前菜ってなるんだけど、これ前菜だってこうサーモンでしょ、なんか米と一緒だから朝食みたいな感じになってるけど ね、 でこれなんかもうほらサーロインステーキみたいな、はいはい、でこれもステーキでしょ。で下の方に行くとサラダとかそれこそ前菜みたいな一品料理とかもあったりするんですけど、もうまだまだコンボみたいなものがたくさん出てくるんですね。で最後は飲み物、うん、でブログでよくここが素晴らしいっていうのが出てくるのがこのコーヒーなんですけど、こういうポットでドンと出てくるんだそう でブログで書かれていたお値段は 2. 何ドルみたいな、3ドル以下だったんですよ。でそこで飲みきれないほどのコーヒーが出てくると、でそれがすごい懐かしいって言ってるブログがあって、うん、でこのコーヒーの大盤振る舞いっていうのもアイホップの売りの一つになってるんだそうです。でもう一つの名物は、店内でイートインの場合は各テーブルにこの4種類のシロップが置いてあって、うん、パンケーキをこういったもので味変しながら楽しめるんだそうです。でシロップはオールドファッション、ブルーベリー、ストロベリー、そしてバターピーカンシロップっていうこの4種類なんですね。でこれもね、アイホップに行ったことがある人にとってはすごい懐かしい、アイホップらしいアイテムの一つなんだそうです、うん、どれがおすすめなんだろうね、どれがおすすめなんだろう。バターピーカンシロップのピーカンってなんだろうな、うん、食べたことある人は ね、ぜひおすすめをちょっと教えてほしい ね、 これね、本当に。さて今回はこうダーッとウーバーイーツのメニュー表から紹介をしてったんですけれども、本来であればその店舗の現在のメニュー表を見ながら、まあ、値段もしっかりお伝えしていきたかったんですけど、今回それが叶わなかったので、もう次回ポラベアがハワイに行った時にはぜひこのアイホップ行ってみて、そこでメニューをしっかり確認したいと思っています。ちなみにこのアイホップの雰囲気やテイストをより感じてもらえるものとして、こちらグアムのアイホップなんですけど、うん、こっちの、ね、ホームページはしっかりと見れる状態になっていて、うん、いいね、ね、いいよね、このアイホップの雰囲気がなんかものすごい伝わってくるなっていう、うん、でメニューもこんな風にきちんと紹介されてました。いいですね、うん、本来これをね、ハワイバージョンも見たかったんですよね。で先ほどご紹介したウーバーイーツのメニューの内容と大体同じようなラインナップなんですけど、やっぱりこれ見ると色彩も
綺麗だし、すごい見やすいですよね、うん、でこういったメニューの他に期間限定の商品なども加わるわけだから、ものすごい多彩なメニュー展開なんだなと、で参考までにこちらのハンバーガーのザ・クラシックはグアムだと 14.79 ドルになってました。で1年前のハワイが 13.79 ドルで、ウーバーイーツが 19.07、まあそうだね、まあ、でこのグアムの現在の価格が一番近い参考価格になるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、物価の高いワイキキなので実際に行けた時に確認したいと思います。で一番最初に見たブログでブロガーさんへの質問としてこんな内容が書かれてました、うんうん、日本人にはローカル向けで敷居が高いでしょうかと、うん、で調査をお願いいたします。で結論としてはワイキキ周辺のアイホップはもう観光客もたくさん来てるので決して敷居は高くないんですけど、まあ、比較的リーズナブルに食事が取れるっていうことで、うんうんうん、もうね、ロコにも人気の店舗っていうことなので、まあ、ぜひこのハワイね、こういうところに行った時にロコの人たちと一緒に食べる雰囲気っていうのを、うんうん、なんかお手軽な価格でワイキキの中心地で味わえるんだったら、うん、やっぱぜひここ行ってみたいなって、ね、どうですか、行ってみたくなりました？いや行きたいでしょジッピーズと同じくらい行きたいでしょ。行ってみたいよね。さらにちょっとね、 C の心をくすぐるページも見つけちゃったんですよ。こちらドン、これグッズだよね。おやばいじゃないこれ、すごい。で攻めてるよねこのデザイン。攻めてるな、すごいな、ね、これ大人用なのかな、これすごくないこれ着る勇気ねえな、かわいいよね、なんかいい気だな、ね、ウィンターバージョンみたいな、クリスマスって書いてあるんでね、このグッズがまあちょっと日本で手に入るのかとかね、通販でこう送ってもらえるのかとかちょっとわからないんですけど、現地でねこういうものが本当にあるのかどうかっていうのもちょっと確認したいし聞いてみたいなって思いました。いいな、パンケーキの、ね、T シャツいいよね、いいよね、かわいいよね、こんな雰囲気のアイホップ、で次のハワイ旅行のお店選びで少しでも参考になれば嬉しいですということで、次も店舗をご紹介する予定なので、はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。 See you again! ジッピーズも行きたい。